はい、今日はですね、中国に行きました。今からですね、中国の旅をちょっと満喫していきたいなと思います。それでは、どうぞ。出ました、これは。なんて名前でしたっけ、これ。なんでサナギですかね、これ。サナギ、サナギ食べれるの、これ。食べれるでしょ、これ。食べれるの、すごいですね、これ。食べます、これ。好きな、大好きですよ、これ。塩味が絶対薄いやん。この塩の感じ、これね、なんかね、スナック的な感じだよ、これ。カリッカリした感じの。このサナギは強烈ですね。大ちゃん、さすが、さなぎを下口に行く。どんな感じ、入れた。パンでかん入れた。どんな感じですか。ラブリーグです、これは。どんな感じですか。エビみたいです。エビ、いいですね、エビ。エビ、タカさん、大丈夫ですか。動機がしいだよ。ヤイちゃん、エビです。確かに、エビには近い。エビ風。大丈夫、どんな感じですか。食べてないもんね。いや、もうここに加えただけでもう鳥肌が半端ない。一番食えそうなんやね。さらに今から実食。やらかい、やらかい、やらかい。え、動いてる。いいだよ。エビだ。エビだ。カッパエビセン。さすがユーチューバー。マサキンで。マサキン。視聴回数3000万回。すごいよ。おいしくはないでよ。なんか慣れたら。エビの殻食べてるみたいですね。中身がまずいで、これ。いや、でもね、さっきのトリアンよりはいい。いや、俺トリアンの方がいいな。いや、さっきのドリアンよりかはまだまこっちの方がカスタードプリンみたいな感じで、カスタード。うっせぇ。うっせぇ。うっせぇ。何食えないじゃん、食えないじゃん。食べない、食べないの、これ食べないの、これ。なんかね、手が震える、震えるのは分かるんだけど、肩が震えてる、これ重い、重いね。カット、カット。外は硬いんだけど、中が柔らかい。でも噛んだ後はなんか香ばしくて塩辛くてうまい。エビ大好きだ、これは。こちらにですね、 YouTube のチャンネル登録するとこもありますんで、ぜひチャンネル登録してください。